さん、トッチ、一方、どこから参加ですか。今日は前まで、何回も、お目にかかってまいります。また、私の妻と共に、ご主催をお目にかかってもお願いします。ミニサークサーリングは年に6번이나지금까지몇번이나오는것같고저희아내도함께만나보겠습니다문토치여기서일본문쟁세계의세르스고호소소発見をしていただくということは、日韓関係を重視している表れであると感じています。文在寅새로운대통령께서이렇게특사님을빨리일본에파견하신것은그만큼이란관계를중시하는것이라고생각합니다。日韓関係はまさに戦略的利益を共有します。韓国は日本の戦略的利益を共有する最も重要な原則であります。ムン・ジェイン新政権と大統領と未来志向の日韓関係を築いていきたいと思います。イラン、韓国は전략적인이익을공유하는가장중요한이유입니다。저는문재인새로운대통령이되고미래지향적인이란관계를구축해나갈수있도록합니다。本日は北朝鮮問題をはじめ日韓にとって重要な課題について率直な意見交換をしたいと思います。今日북한문제를비롯해서이란간에있어서중요한문제들에대해서솔직하게의견교환을할수있었으면합니다。네여러번뵙습니다와는뵐때마다느끼는건꼭건강하시다는겁니다。오늘특히건꼭건강합니다。そうですね。私は応援するためにいつも若くしていけてらっしゃるので、私はそのためにそしていけてらっしゃるので、私は応援するためにいつも지적으로도각각실질적으로최고공무원과시장경제와자유민주주의공동체를소유하고있는법무부가하셔야되는것입니다。또한가지는아까말씀드린대로안보적으로국회의회에연동될것이라는공유의이익이있습니다。따라서그두가지위해서도앞으로미래지향적으로발전이있기를바라는문재인대통령의뜻을오늘가지고왔습니다。地理的にも日本は近いと思いますが、実際に価値を共有していると思います。市場経済そして自由民主主義という共同の価値を有する東アジアで数少ない国であります。そしてもう一つはおっしゃいましたように安保面において北の核問題に共同対処すべき現実的な利益を持っています。その一つのためにこれから両国が未来志向の発展があることを望んでいるとのムン・ジェイン大統領の意思を持ってまいりました。アプロトスカンシルへ꼭뵙기를기대하시고정상간의만남이진전하시고훨씬양국의이해가깊어진다라는뜻을담아가지고오늘친서를가지고왔습니다。대통령께서는노무현대통령과조윤대통령과의첫술외교의복원까지를희망합니다。그뜻을담은친서를일단전달합니다。